ースはロイヤルロイヤルですね。ロイヤルの四駆という。四駆です。四駆でここまで下げるって本当レアじゃないですか。あんまりいないです。あ、いるんですか。少数。まあ、いるはいるんですけど。はい。まあ少ないですね。少ないですよね。まあ、はい、大変ですもんね、まずね。そうです、ね、部品がなくて、なかなか。これ足回りどんな感じで落としてるんですか。足回りはショックはイデアルのものを使っててブラケット加工して、あで、まあ、アップアームとロアーム車外のやつだと足りなくて、てか足りるんですけどドライブシャフトがあってその影響でロアをあんま足しすぎじゃあ抜けちゃうんで、そうっすね、アッパー短縮して、あ、加工に加工してやっとあるんですね。すごいっすよねこの車高でびっくりしたんですよ聞いた時にマジってすごいで車高ちょうどでねこれで走ってるんですね、はい、すごいよこれびっくりだよ本当。 SSR のコンバネシで、はい、フロントリアともに 10.5J プラス18トシディスクの形状だけ違う感じですね。これもあれですかオーダーで色なんかも。そうですね、一応オーダーでピアスボルトとカラーだけオーダーで。すごいね、このバランスがいいですよね、色のバランスが、ね、そうですね、白車体にちょっと白やってみたくて、ね、フェンダーなんかどんな感じなんですか。フェンダーはフロントは板金で爪折り前後折りだけですか。折りだけです。あとフェンダースムージング、あリンカー、はいはい、あ、本当だ、そうですよね、やってあります。あとエムゲインの、そうですね、準備フル、フルですね、はい。これなんか加工かなんか、これに関してはほぼ加工は何もしてないです、はい、あ、これで走ってるとすごいですね、でもバネットが、はい、フロントが55のリアが50です。なんか肉より、はいはい、なんかフロントが100キロ近く重いみたいな。あ、重いっすよね、4駆になるだけでエロライン重くなっちゃうんですね。そうですね、フロントやっぱね、大変ですよね。そうです、フロントだけがかなりちょっと厄介で、大変ですよね、はい、何回もドラシャ抜けて今大丈夫なんですか。今はなんとか、なんとか今日に向けて、あ、みんなに力助けてもらって作って、あ、あ、これですね、これは どんなあれなんですか。四輪駆動車ってただ単に四輪の駆動車です。これ i4 ですね。そうですね、これですよ、これ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 本物です。そうです、あ、これエンブレムも最初これなんですか。もう元からこれで、あ、ロイヤルエクストラだ。そうなんですよ、あんまりいないんですか。これは見ない。そうです。でキャンバーこれ何度ぐらいですか。多分約、今アライメント取ってないんで、はいはい、なんですけど多分16、56とか、あ、そのくらい。これはどう、四駆にしてその1台、はい、前乗ってた車を廃車にして、はい、まあ、事故で廃車になって、はいはい、で、まあ、車探してたらたまたま回ってきた車が四駆で、最初はいじる気とか一切なかったんですけど、周りの影響でやり始めたらこうなっちゃったみたいな、はいはい、でもそこから挑戦するってのがすごいですよね、四駆でね。四駆をベースにまずしないですからね。もう元からそういう四駆をベースにしないとか、もうそういう頭もなかった。マフラー関係ってどんな感じなんですか。マフラーは、はい、あそこにあるブース、クレジファクトリーさん、はい、あー、あっちのブースの、はい、もっと中間から今後はどんな感じ。今後はもう、まあ多分大まかには変わらないとは思うんですけど、はいはいはい、修理ですか。あー、修理どのあたりは。板金と細かいところを直していく感じですかね。あと何かやってあるポイントはありますか。まあ、やったって言えば、はい、あ、ハラシタも交換されてるんですか。いや、全然ハラシタメンバー上げぐらいですかね。あ、まあ、当たるところを、そうですね、当たるところを上げて、まだまだなんですけど、